どうもタブヤンです。三国志6続きやっていきたいと思います。いや前回ね録画失敗してライブ配信になってしまいました。まあ、続きやっていきたいと思います。192年4月、まあ、今年はね、前回方針と変わらず、内政をしっかり行って、このね1番隊と3番隊前回合流しました。効果ムーンサルト、3番隊じゃない4番隊だ、4番隊隊長、ムーンサルトがね仕切っております。そして、2番隊隊長虎吉が守る六甲、守りよりも攻めをね準備したいと思います。まあね武将ね一人につき将軍でなければ兵力50しか配備できないので、まあ攻撃するときはここにねさらに、部隊を合流しないといけないですかね。はい、ということで、兵力そうですね、この効果と六甲に兵力集中して6万まで上げたいんですけどね。もう資金不足なんで結構今年はギリギリですね。金4000しか残ってないのでやっていきたいと思います。そしてまあ烏合の衆と呼んでいる呉を中心としたね東洋武将たち、この呉と会計でね内政および守備をしてもらっています。そして兼業では武将をね集めて、ここが1番隊か、1番隊せんべい率いる1番隊と、ポンタ率いる5番隊が兼業に集まっております。内政も結構できてきたね、治安もういいかなみたいな。M 海ヤマピース2人もいらないんじゃない。M 海だけでいいかなっていう感じで、フリーにして気力を回復して、人材登用いきましょうか。前回ねライブ配信時董卓祭りでしたから、董卓亡き後の在野武将いないかな、董卓亡き後のね呂布のところの武将引き抜けないか見てみましょう。そして呂職が独立、武力武将5人もいるんだよね。おお忠誠度低いやついますな。武力82の海遊引き抜いちゃおっかな。さあ誰が行く、気力トッシーが気力ありますよ。引き抜くのは難しい、お金の力でいけ300難しい、トッシーは難しい、まあ、夢がみんな一緒なんでね、探幽の魅力では無理だろうね。夢が いろんな夢の人がいれば引き抜きもしやすいんでしょうね。私自ら行く、成功間違いなし、よし行け。君主自ら捕まったらどうするんだろうね。よし断るわけにいかない、海遊の説得に成功、やりました、どんどん行こう。ここは呂布の下に2人武将1人しかいないんだ、楊邦、ここは長領ね、名優ですよね長領、出世100か、年齢24歳、若い。俯瞰っていうのが中世88、年齢43歳、ちょっと行ってみるか俯瞰。ともくん引き抜くのは難しい、金の力でなんとかしろ。
難しい。俯瞰の豪直ぶりは有名。そうか、あかねさん、エースあかねさん疲れてるからな。メロペン、あ、無理無理っぽいか。俯瞰は、いや、誰か他いけるんじゃない。俯瞰もう一回、あ、中性88はでもちょっと高いかね。80代前半だったらね、可能性ありそうだけど。露食のとこ83。あ、長州ってこれ、あの、君主じゃないのね。え、国を持った人ですよ。でも夢が一緒ですね、我々と。突水ゲー、突水に任せておけば心配はないでしょ。ちょっと金、金も100持っていこう。難しいって、なんでよ。あ、お金ない方が成功するんだ、本当に。突水ゲー、我が君の元で働いてみませぬか。お使いしたいと思っておった。よし、来た、長州、やりました。どんどん行こう、本国仕事するね。86、長君、中世86は厳しいか。あと1個ありますよね。あ、王院のところ、王院自体をがなんで中世100なんだよね。両夫に中世100なわけないじゃんね、王院が。みんな中世高い。王院にクコドンローの刑すればいいんじゃないの。そんなの ないのか、計略。あ、クコドンローの刑、クコ大使、あれかな、計略初めてやってみましょうか。索敵、流言か、流言、大いにしたいよね、流言を。気力、せんべいいけ。いまいち。流言っていうのはあれか、個人の攻撃するんじゃなくて、町のなんか民忠誠度的なのを下げるってことなのかな、わかんないけど。先導、この辺ちょっと勉強しないとダメだね、計略ね。先導、あ、これも都市に対してなのかな。策敵ってあのあれだよね、願ってほしいという約束を取り付けるやつだよね。クコドンローの刑、まあ、中世100だし無理だろうね、多い。ブチさん、難しそうですな。かジョンジョン、独立しようなどとは、まあ、中世100だもんね。そうそう、裏切りも、ま、裏切らないでしょうと。大院は大院で考えがあるんでしょうね。そうですか。仲間にした長州武将ファイルで見てみましょう。こちら、長斎の甥、劉表に協力、曹操と対立。そうなんだよね、軍師格のを用いて曹操が攻め、曹操に攻められて結構何度か勝ってたんだよね。そして後に曹操軍に入ったと。おお、39歳だからもう能力はフルですね。なるほど。そして加勇、年齢は38歳、武力82、董卓配下の猛将、止水艦の戦いで孫権軍を破ったと。関羽に斬られる、知力政治が低いイノシシ武者ですね。でもうまく用いればね、いいんじゃない。これ
そして探幽、これも猛将になると思うけどね、武力70後半にはいくんじゃない、年齢23歳だから若いから。五の将、うん、武力が伸びるのが楽しみですね。あと両班、武将ファイル五の神、一度見たかな、劉備と孫権の妹との婚儀を取り結ぶ使者。なるほど、演術、元演術なんだね両班。そうですか、まあ、夢が一緒なんでね、一緒に働けるんではないでしょうか。さあ今月の計略はそれぐらいですかね。結構忠誠度低いね、もうちょっと低いかなと思ったけど、意外に呂布に忠誠度が高いですね、思ったより。意外でした。あと会見ね、このなんかデフォルトの表示の順番に会見していきましょうかね。ボラッチョ、夏に南方で戦うとその暑さで士気が下がる。あ、そうなんだ、中国大陸広いですからね。こいつはなんか会計の大衆には順位のようにそれがしの方が、なんだと出しゃばることを言うんじゃない。ママさん、交渉に長けていると自負しております、使者としてお役に立てるかと存じます。おお、なるほどね、ママさんね、2番隊で虎吉さんのとこにいますけど、まあ部隊編成、再編成する必要もあるかもしれませんね。おっと、呂布が呂職に攻め込んだ、裏切り者を倒すということでしょうか。呂布だけでも十分強いからね、打ち破った。呂職の勢力は滅亡、高架に南下老船が訪れている、童顔で通っておるそうじゃが、そうかの、それだけ何が言いたかったんだ。さあ呂職がね滅ぼされましたが、さらに忠誠低いのいるんじゃない。あ、呂職自ら生き残ってるんですね。忠誠79、よし、年齢54歳か、もう年ですね。引き抜きましょうか呂職。気力ともくん、引き抜くのは難しい。あ、プライド的なものがあるのかな、脈はある。よし、金300でいいか、金で動くタイプか、いけ、ともくん、呂職を引き抜け。あなたは何故呂布などに仕えているの、どうです、私と共に我が君に仕えませんか。きたー、呂職ゲット。もう一人ぐらい来ないか、一緒に来ないか、呂職と共に。あ、忠誠度高いな。やりました、呂職、忠誠度83、低いな。武将ファイルで確認しよう、統率91、知力80、魅力85、すごいね。五感の中心、おー、高尊さんの学問の師匠、中老城。でもあの董卓を諌めてるとこなんか優秀な人でしたよね。うん、帝とのこう面識もあるんじゃないでしょうか、知らんけど。呂職内政には十分使えますね。ただ年齢がね
54歳ですけど、いいんじゃないでしょうか。私の気力もちょっとずつ回復しているので、まあ月にまあ2人ぐらいは会見できるかな。ボラッチョ、おお、さらに誰だこいつは。平原にいる劉備の将関羽こそ猛将です。治癒兼備の猛将、それぐらいは知っている。これ順番待ち中世の75鳥類、大丈夫か。私は被災なれど人生を行う方にこの身を捧げる覚悟です。そうですか。孔侑殿より外交の使者。孔侑も弱小国だよね。刀剣のさらに北にいる人ね。どうした孔侑、水着物か。武安国、武力70ぐらいのやつじゃない。ご苦労。どうした見過ぎ物。あ、兵糧900。ブチさんどうするべきかの。生き残りに必死と見えますな。よし、承諾しておこう。良きに計らえ。我が国が大きくなればね、属国にしてやろう、うん、気に留めておくよ。共同王の軍勢が馬頭の安定に攻め込んだ。なんと異世界の国が動きましたね。安定があまりにも弱すぎたのか、東卓軍と戦い疲れたんでしょうね。共同王が勝ち。どうなんのこれ。あ、空白地になるんだ、共同王が勝つと。怖いねー。馬長がいたと思うんですけどね、あの位置。馬長さえも負けましたか。あ、刀剣が病のため急死。同盟どうなるんだ。軍友刀剣はここに最後を遂げた。陳慶が刀剣の後を継ぎました。なんてことだ。劉備は検定により修士士に任ぜられました。劉備出世したな。私と同じとは。劉燕と関福が同盟したようです。そんなに影響ないな。関福、馬頭と関水が同盟。おお、そうですか。袁紹と劉表が同盟。いろいろ動いてますね。劉表と関福が同盟。在野武将がいる。貞平、関羽の復讐戦で攻めてきた和睦の使者。張飛の首を陣中に届ける。しかし劉備の豪討伐の意志は固く、和睦交渉失敗。なるほど、まあまあ普通だな。若いね。いや、刀剣との同盟がどうなった。あ、同盟は継続で陳慶ですか。同盟丸になってるね。陳慶軍、
ちょっと鎮警軍覗いてみますか。大丈夫か鎮警軍。武将4、兵力38,000。おー、これでも同盟国の武将引き抜いたらなんか人徳下がったりしたら嫌だよね。さすがにね。それはちょっとねやめときましょうかね。はい、露食に行かせるか。我が君の元で仕えてみぬか。おー、底兵よろしくな。さあ兵糧売りましょうかね。売り相場3、低い方が得っていうのを前回分かったんでね、3だったらいいんじゃない。1万売りましょう。よし、これで金が入りました。ただね、徴兵でしたいんだけど、あの右下の徴兵129っていうのが、この我が国全体で、徴兵できる残りの数だと思うんだよね。もうあんまり徴兵できませんね。なので総兵力の配置をちょっと見直した方が、あの効果とね、六甲の最前線に、守備兵以外はね移動したいと思います。行くぞ。龍炎が強王。おお、異文化のとこ攻め込んだ。龍炎敗れた。難しいことしてるね龍炎。国力低下するぞ。五の鳥類が密談。五の鳥類が炎章についてしまいました。何してんの鳥類、ふざけやがって。炎章許さん、倍返ししてやるぜ炎章。自分ところの武将にねおべっか使っとくんだな。引き抜き、一人引き抜かれたら二人引き抜いてやるぞ。劉備と劉表が同盟。さあ、六甲に五番隊全員じゃないですけどね、移動さ先に移動させました。まあもうすぐ内政終わりますけどね。ポンタ治安やっとけ。そして開発はもうママさんだけでいいんだよね。トモくんとママさん外して M 回で商業の方にママさんを投入しようか。ママさん投入してラル、これでいいかな。ラルちょっと休んどいてくれ。 OK、 ロコもう少し内政して兵力6万まで増えました。余ってる兵士をねこちらに移動しました。効果5万、さらに徴兵だ。残り徴兵が7200しかできない。目いっぱいやるぜボラチョ、目いっぱいいけ。5万7000、 OK、 徴兵もゼロになりましたね。これで徴兵できないんでしょうね。もう総兵数が総人口の4分の1を超えるためこれ以上は徴兵できません。すごいね、4人に1人がもう軍に所属しているっていうね。すごいな。人でも女性も男女合計でしょ。ということは男性の2人に1人はもうね軍に所属しているという、なんとも大変な時ですね、時代ですね。さあこれちょっと1人炎章に取られたからには我が軍もちょっとね覗いてみるか。炎章武将13人もいる、すごい。中世、あ高いな。鳥類私のとこから抜けて中世90-96もある、すげえ。半端ないですね。ちょっと覗いてみようか。武力最強は顔料ね。
ごしょファイルで確認できないか。オッケー。もう一個の国はどうだ。炎症こちら、あ、中精度89のやつがいるけど、サイエン、ちょっと試してみようか。あかねさん気力完全回復。難しい。いや、いけ、金銭任せておけ。金銭さすがにちょっともったいないな。500、難しい。うそー、金最高1000なんだ。よし、金に力をね、金の力使ってちょっと炎症にやられたらやり返す。エースあかね、遠出が心配ですけど、働いてみませぬか。よし、菜園飯抱えました。どんな武将なんだろうね。そんなことも知らずに引き抜く。中世99、夢は大義。あ、43歳、おじいですね。おじい、まあ内政でもしといてくれって感じですね。炎症配下のシーン、曹操義王即位に異論を唱えた。あ、後に曹操の武将になるけど、まあ反発してって感じですかね。飯抱えてやりましたぜ。さあ、気力を回復したんで、まあ、さらに会見しようか。東洋南皮にいる炎症、電報はまさに天才。なるほどな。ボラチョ、ああ、漢中ね。幼州平定、思想を攻略すべきと思います。なるほど、思想を攻略するための準備をしているよ。賞金、統率力の高い将が軍団長だと、軍団が出陣したことを敵に察知されにくくなります。そうなんだ、いろいろ教えてくれるね。順優、内政のみを行っている者の気力が減少しない場合、その者は不満を全く持っていないでしょうな。そうですか。長英って誰だ。勢力拡大、うん、今準備している。思想が最も手薄。なるほどね、みんな思想っていうな。もう一人ぐらいいくか。陳王、忠誠度低いな。孫権の持つ孫子の兵法書をなんとか手に入れたいものですな。あの下郎にはもったいない。手に入れたら君に差し上げよう。関水が秋地帯安定を取った。馬頭苦しいですね。もう逆に関水軍に馬頭が取り込まれる可能性もありますね、これね。関福が呂布に攻め込んだ。呂布は誰とも同盟結べずに非常に厳しい状態だよね。決着つかず。さあ、192年9月、県業からね、私盧口に移動しました。私自ら最前線に赴くということで、盧口をこれ本陣にしようかな。移転、総大将が移動しても本陣は変わらないんだね。これ移転したいな。どうしようか。なんか移転のメリットデメリットも分かんないんだけど。本拠を移転します、よろしいですか。ああ、構わない、移転しました。あ、簡単にできるね。 OK、 兼業はね、長州に任せておきたいと思います。どうしようかな。内政担当、まあ、加油が治安で、あと
商業はもう終わりましたんでね。開発、政治力高いのはロショックですね。これでいいかな。はい、そして商業残り2人で押さえといてもらったら、まあ兵力3万置いてますので、万が一ね、あいつ名前なんだったっけ、刀剣の後継ぎ陳慶ね、陳慶が裏切ったとしてもなんとか戦える兵力最低限はね、まあ武将6人で将軍いないから 50×6 で3万以上ね出陣はできないので、まあこんな感じで置いときましょう。さあ着々と来年への戦準備進めていきましょう。 GO！ そうそうが呂布軍に攻め込んだ。さあ呂布との大戦争勃発、決着つかず。そうそう苦戦か。あ、トメさん、私も年のせいかどうも体の具合が良くないのです。トメさん、もう年か、頑張ってくれトメさん。龍炎と曹操が同盟、おお。剣業の露食が密談、怖いこと言わないでくれ露食。さあ192年10月思ったよりね、兵糧1万打ったことでお金まだありますし、もう戦の下準備というかね、してみましょうかね。東洋でまずは直接引き抜けないか。まあね、作戦としてはね、劉表と孫権、まあどちらかと同盟結ぶっていう方法もあるんですけど、私はね両方相手したいと思います。うん、そしてこの高陵ね、それから調査思想、これらをね、まあ、まずは思想かな、思想を取って、さらに高陵調査まで取れば、この2つの国がね、内政国になりますので、そんな感じでいきたいですね。まあちょっと引き抜ける武将がまずいないか調べてみよう。いない、海領崇高でもこれ武力はめちゃくちゃ低い、比較的簡単に取れそうですねここはね。そして劉表軍のさらに高陵、忠誠度は高い、武力53-40、蔡君、なるほど、まあ後ろが強いんだろうねこれ劉表。おお、ここね、でも兵力5万いるけど武将が少ないですね。宝の持ち腐れっていうかね、酵素細胞、なるほど、細胞は有名だよね、水軍ですよね劉表の。あ、なるほど。そして孫権軍見てみましょう。総兵力36,000、武将5人、孫権本陣、孫権とその、あ、息子孫策も出陣できるんですね。18歳、出世で100。そして孫成おじさんですね、孫策のおじさん、主治、まあ息子の方の孫権はまだね18歳に達してないんでしょうね、まあ、孫策が育つ前にやっつけてしまいたいよね。っていうか孫策も味方につけたいですね。呉の武将はなるべくね、取り込みたい、仲間にしたいですね。あ、忠誠度は高いな。こっち関東も相当
育つと思うんだよ ね。あ、でも37歳か、長く活躍すると思いますね。テーフね、あ、テーフ郊外出た。5の重鎮たち、中世度はもちろん100か。あ、両層まで出てきた。28歳、結構年いってますね。おお、武力89の郊外、侮れませんな。引き抜きは難しいということですか。なるほどね。埋伏の毒っていうのもありだよね、これ。埋伏。リスクが高いけどね。埋伏の毒、孫権のとこに埋伏の毒。おお。行きますか、埋伏部隊。埋伏、武力が高い方がいいんだろうね、埋伏するのはね。戦の時にね、裏切ってもらいたいんで。迷うな。193年1月に一気に攻め込むための埋伏やり始めますか。初埋伏の毒、信頼しているからこそできる、この孫権の本陣にやってやろうか。埋伏の毒、いっか。武力、エムカイ、メロペン、センベイ、トラキチ、迷いますね。よし、行くか、メロペン。この役目難しい。メロペン難しい。君は武力系じゃないしな。難しいね、なかなか適任の武将が。ポンタ隊長行くか。ポンタ隊長、ポンタ隊長、ポンタなら何ら問題なく入り込める。きたー、行け、ポンタ。まさかの5番隊隊長。もうね、1、2、3、4、5番隊全軍がこのね、前線に集まってますから。行け、ポンタ。潜入できた。翌月には孫権に仕官を願い出るでしょう。来ましたね、皆さん。もう戦いの火蓋は切って落とされた。埋伏の毒、どうしようかな。蔡宗にも送り込むか。蔡宗そんなことしなくても取れると思うんだよね。なのでポイントはやはりここだ、孫権のとこだ。もう一人行こう。誰がいい。武力一番高いやつ連れて行ってもな、困る。エムカイ、メロペンはもううちのエースね。やはり隊長か。やるべきは隊長か、これ。諜報活動があるからね、せんべい隊長。一番隊隊長が。どうしよう。二番隊隊長、虎吉ゲー。虎吉ならよもや埋伏とは気づきます。やはりこういうね、汚れ仕事は隊長の仕事だ。いけ、虎吉。うわー、心配だな。よし、みんな戦の前の作戦
休養しよう、ここは休養だ。トラキチポンタ隊長が埋伏中。あ、龍炎が攻め込まれてる。異国の異国に。あらまあ、龍炎指導を落とされるのか。打ち破った。あらまあ、異国の地強い。龍炎これはだいぶ時間かかりますね、国づくりにね。指導に残っていた兵士のうち約1万が逃げ出した。あはははは。士官に失敗した。トラキチポンタ戻ってきたか。埋伏は難しいんだね。そうか、いやいや、生きて帰ってきただけでもよしとしよう。おっと、カラス魔王、また異国の者が。今度はコウソンさんの国へ。おお、コウソンさん蹴散らした。超運活躍してんのかな。どうなんでしょうね。はい、ということで埋伏の毒はうまくいきませんでしたけどね。まあ徴兵できる限界まで徴兵して六校、そしてムーンサルト4番隊隊長に任せてある効果、3番隊金色部隊もね合流して12人で。トメさんの健康が心配ですけど大丈夫か。トメさん、トメさん重傷だわ。なんてことだ。トメさん、あなたはもう留守番でいい。知力90代だったのにな、トメさん。これちょっと内政トメさん外してやってもらえんかね、これ。あ、外してるね。あ、治安がもう出来上がりましたね、これ。ムーンサルト隊長、それから金色隊長はちょっと治安外してデッドドライブ1人に任せようか。そして開発商業ね、どうしようかな、これぐらいでいいかな。はい、みんな頑張ってますね。東洋ボラチョが空いてますね。まあこれでいいでしょう。兵力約6万近くあります。そして他の国ですね、兼業は長州に任せて安定しております。在野武将はいないな。5賞金に任せております。会計順位、これ9人も武将いてなかなか進まんね。まあ烏合の衆舞台だからしょうがないか。どうだ、気力はどうだ。あー、みんな気力減ってるけど、まあまあまあ不満はあるんでしょうね。まあまあしょうがないですね。うん、内政してくれ。あ、情報収集力が下がってるな、これ。トメさんが病気になったからか。そして兼業は長州に任せております。ということで次回193年1月になればね、まあ別にならなくてもいいんだけど、このね劉氷軍の思想、それから孫権の調査、まあまず思想を落としてから調査、高陵と一気に攻め込みたいと思います。どうなるかは分かりません。それではまた、さよなら。